はい、皆さおはようございます。Good morning, ございます。えー、今日は、えー「チャーチね神の家族」シリーズ最後の、えー、メッセージになります。前回のこの教会のまたメッセージの時にちょうどイザヤとねこの話だよね「Build Your Church」歌いたいねという話をしてたんですけども。Uh, last time I

教会についても何週にもわたって話していますけれども本当にこれはこのシーズンにとってこの私たちヒズコールチャーチ今のヒズコールチャーチのと,とても大切なメッセージだと思います。今日はですね えとタイトルだけ先にお話ししましょう、so、私の神様私の教会、so、my God, my 私の神様が私の神様であるのと同じように神様が作られたこの教会は私の教会なんです、so、God, 私が私の神様を礼拝するのと同じように 私はこの教会を守る必要がありますエペソの四、えー、章のところにこのような見言葉があります謙遜とにわの限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに耐え忍び平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい えまた、この他の役では、ね、あらゆる努力をしてこの一致を保ちなさいという役もありますで。この一致、教会にとって一致が最も大切な 教会を一致させること、それイコール教会を守ることです。Being united, equal, protecting church. 逆に言えば、教会を分裂させしまえば、それは教会は簡単に壊れたということになります。 なので私はこの聖書が言っているのは、ね、あらゆる努力をして熱心にこの教会というものを全力で守りなさいとここでパウロは言っているんですなので今日この教会を守るということについて、えー、3つのポイントでお話ししますけども。So today, 最初にえなぜ守るのか、まあ、何回もです、ね、この教会について、なぜ教会なのかという話もしましたけども、もう一度、なぜ教会を守るのかということを話します。So, all, talk, uh, そして、どのようにして守るのか、具体的にどうするのか、その話もします。そして 私は教会を守った時教会の位置が保たれる時何が起こるのか、その結果を話します。でも、ここでこう、理由があって、方法があって、で、結果がある、so、<there> are, まあそういう3つのポイントですけど。世の中って結構この、 理由と結果が直結してますよねこう。この結果のために、この結果そのものが動機。痩せたいから痩せるという結果を得るためにダイエットするわけじゃないですか。So for example, if Away, お金が欲しいから頑張って仕事をするわけじゃないですか。So so、世の中は結構この結果そのものが自分のモチベーション、この結果を得ることが自分のモチベーションになりやすいですけども。So でもこの神の御国においてはそれは必ずしも同じではないですね例えば献金 For example, offering. 私は神様を愛しているから捧げますそして捧げた結果祝福が来たり私の信仰が鍛えられます And as the result of the,、uh, offering we have we got the blessing and our faith build up. We don't uh, we don't give offering because we want to be blessed or we want to build up our faith. Not like that, but we because we love God, we give offering. 子供を抱き上げるのにもうちょっと似てるかなっていう、so、kind of my, このうちの1歳、えー、も,うもうちょっと2歳になるうちの子が猫よくこうやって足元にこうやって来て抱き,抱きつくんです <My> son, 抱っこしてよみたいな顔して、uh, でそんなかわいい顔で抱っこしてよみたいな顔されたらもう抱っこするしかないじゃないですか私は和行大好きだから愛してるから 抱っこします。So why, uh, もう一日に何回もです、もう何十回も毎日こうやってかがんでよっこいしょっつって抱っこします。Actually, 特には私のお腹にがっつりあのー、乗っかって僕のお腹の上でジャンプします。私は愛してるからそうするけども、そうさせるけども、結果何が起こるでしょう But,、uh, 毎日この11、2ころぐらいの子供をよくこいしょってスクワットして抱きかかえてお腹の上でいっぱいジャンプされて私の体では何が起きているでしょうか筋肉ががます I got many 確かにこの足腰が鍛えられておりでももし僕が和を 筋トレしたいがために抱きかかえていたらどうしますかこうやって so, what if I 僕が和幸をバーベルみたいにこうやってやってると実はしてるって知ったら皆さんはどう思うでしょうかしてますけども my son for my training? そんなことをしてるのを見たらこいつ変なやつだなって思いますよねそれはちょっと何か

Our reason is love. その結果はまた違うものになります。でも、まずの最初の動機は愛から始まるんです、so all, love, 私。私たちが教会を守るその理由、一番大きなものはこれです。まず、イエス様が、キリストが。 死ぬほど愛したのが教会だからですで。文字通りイエス様は死ぬほどまでに教会を愛したんです。でエペソンの5章にこのように書いてあります,ります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように。 あなた方も妻を愛しなさい。Says, band, church, 今ここで、えー、パウロは、えー教,会えー、教会の男性たちに、教業している男性たちに、えー、この夫と妻の関係を教会とキリストの関係に例えながら話しています。So ここでこの教会はキリストの花嫁なんだというこの神の真理を語っているんですけども。 そこでどれほどイエス様が教会を愛したかそれはご自分を捧げられたようにそれはつまり十字架の上で自分の命を捧げるほどつまり文字通り文字通り死ぬほど愛したんです死ぬまで愛してるじゃない死を超えて死ぬほどまでにそしてそれを超えてまで愛しきったのがイエス様とその教会の関係なんです With, um, Jesus church. だから私はこのキリストの花嫁、ね、そこまでイエス様が愛したこの花嫁たる教会を守るために全力を尽くします。We, um, we でもし誰かがこの イエス様がそこまで愛したこの花嫁の教会を傷つけようとしたり分裂させようとしたり壊そうと崩そうとするのがあればイエス様はそれを許しません私たちもそれを許しちゃいけないのですそれはもう 僕にとっては、僕だったら、ね、自分の花嫁、自分の奥さんである、ね、ジュリアの悪口を誰かに言われたと、そういうことです。So、誰かがジュリアの悪口を言っているのを聞いたら僕もさすがに怒るかもしれない、怒ると思います。I might get 怒りますよ、怒る,怒る,怒るよ、かもしれない、怒る。 If I ちゃんと怒るよ。わかります。わかりまその場でおいって言えるかどうかわからないけど手は出ないと思うけど。でも私、もう自分の友達の奥さん、大切にしますよね。でも私 i f、uh, uh, you know, e、uh, uh, of o 友達の r i e n d s r、right? ますよね。

And I felt the friendship. 私もそのようにキリストの花嫁を大切にするんです、守るんです、愛するんです。So like、that, church, それほどにシンプルなことです。Simple, 教会を守るのはイエス様がただ死ぬほどまでに愛したのがその教会だからです。

このエペソのロフに悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての部分を身につけなさい私の格闘は血肉に対するものではなく支配、力この暗闇の世界の支配たちまた天井にいる諸々の悪霊に対するものですパウロは語っていますポールセエフィジアン6 verse11-12 says put on the whole armor of God that you may be able to stand Against the schemes of the devil, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So, scheme of the devil. 教会の一致を崩そうと壊そうとそこに疑いや何か怒りや嫉妬やそういった感情を種をまいてきます私はこの策略に対して 言葉また4書で言っているように熱心に一生懸命あらゆる努力をして全力で一致を守る保つ必要があるんです。So、私はいろんな本当に私具体的に一つ一つの小さなこの私の教会の中での一致が既にある中での態度によって。 えー、この一番守ることができます。We need to protect our unity with the, with the attitudes.With、はい、the attitude s we have in this unity.The、ね、一つは、えー、一つ目のポイントがここれれですそれは現実的な期待を持とということ the first point is this having the realistic expectation.It's これは現実的な期待です realistic. これはまあどんな関係にも言えることだと思います。夫婦関係とかでもね、あんまりこの非現実的な期待を持つと痛い目を見ます。この 言わんでもわかるよねみたいな伝わってるよねみたいな期待をずっと持っているといつまでもがっかりさせられてしまいます。この前もあのジュリアとこう夕飯の時間何時に食べるのって聞いたら、And days ago I asked Julia when are we gonna have dinner. 6時ぐらいかなみたいな、カズユキの様子見ながらって言って、5時半ぐらいにカズユキを連れて上に上がっていったんですよね。で僕、仕事してて、ちょっと集中してて、あれ、もう5時半過ぎてるな、行ったな、30分、え夕飯の準備どうするんだろうみたいな。<laughs>

でもこの仕事終わらしたいしなーって言って、ぼーっと仕事してたら降りてきて、まあできてないのって言われて、ああ、やっぱそうですよねみたいな。<laughs> そっちですよね、そりゃそ,そっちです。でもですねあの、聖書にはこのように書いてあります。えと 謙遜と入場の鍵を尽くし、寛容を示し、愛を持って、互いに耐え忍びなさい。互いに耐え忍びなさい。So、the Bible says that、uh, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. また、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキーストにおいてあなた方を許してくださったのです。Also the Bible says, be kind to one another, tender-hearted. 私は何か相手に完璧を求めたり相手の不完全さに対して不満を持つことはすごい簡単ですでもここで聖書が書いてあるのはそれは私は互いに完全さを要求するように作られているわけじなくて互いに 寛容になって、許し合って、耐え忍び合うように作られているのが教会であり、私たち人間なんです。The church. それが私、不完全な人間なんです。This is the imperfect, um, people. でそれを受け入れ合って愛し合って、ね、耐え忍び合うことができるからそこにキリストの栄光が現れるんです、so、love, じゃあ私は何かこう改善しないんですかって、ね、でその不完全でいいんだったら許し合って不完全さをずっと許し合っていくんだったらじゃあもうあ,のあれですか私はもう。 改善とかかしないんですかもう向上とかしないんですかずっとこのままでいいんですかって言われちゃうかもしれない so, 私は確かに何か誤りがあれば、えー、それを修正します改善しますでもそれは批判によってではなくて励ましによってできることだと聖書は書いてあります but, Uh, we o n t e n t、um, wrong, uh, problem, この、えー、第1コリントにこのように書いてあります。1st、uh, says this:、えーえー、予言する人は人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話します。威厳で語る人は自らを成長させ,させますが、えー今日、予言をする人は。 教会を成長させます、また立て上げるというふうにも訳することができます。で予言とは 予言であなたここ間違ってるよってなんかそういうことを言われたらだいぶ落ち込みますねそんなことないと思いますけども wrong. 予言とはいつも相手を立て上げます励ましますあなたはキリストにあってこういうものだよそれが予言というものです。The ね、教会をそれは相手を立て上げることです相手を何かここが間違ってるあなたのここが欠けているそれを指して相手を崩す壊すことではないんです、so、立て上げること、ね、それが励まし合うことそれが教会を立て上げますで私は 神様,に神様が私たちに求めているのは、チャーチビルダーになることであって、チャーチフィクサー、何か教会を直そうとする人になろうとしなくていいんです。So God, uh, uh, fixed, 私は励まし合って立て上げ合うことによって、キリストの栄光を表すことができます。So でも、その批判しがちな、批判しがちな、この、思考を持っている人にも、やっぱり、よくしたいから、ね、立て上げたい、そういう思いが、あってそう言ってるんだと思います。じゃあその、

ご自身でシミやシワやそのようなもの,の何一つない記憶、傷のないものとなった栄光の境界をご自分の前に立たせるためです。Ephesians chapter 5, 26-27 says that he might sanctify her having cleansed cleans her by the washing of the water with the word so that he might present the church to himself in splendor without spot or Uh, that and でここで、ご自身でそう抑えると書いてありますね。で教会にシミやシワや何か欠けているものがあったら、イエス様ご自身でそれをなされます。お肌足にそこに出る出番はないんです。 And 私はあくまでもいつも励まし、立て上げるものとして呼ばれています。So、are we, are we 本当にそのような文化です。すでにヒズコロチャーチの中にあるのは本当に感謝です。So、ーーでまた、もう一つ、この教会を、ね、この一致を守るためにできることがあります。 これはリーダーを支えるということです。え見言葉にはこのように書いてあります。Bible says this 第一聖紀の五の章12節13節に、え兄弟たちあなた方にお願いします。あなた方の間で朗クし、主に結まれたものとして導き、戒め,めている。 人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛を持って心から尊敬しなさい、互いに平和に過ごしなさい。本当に,このにですで、ね、にヒーズ・コール・チャーチにはこの文化が強くあると思います。

タイミングだったかよく覚えてないですけども、三崎に一回で祈ってもらって号泣してたのを覚えてます。So、<I> 覚えてる。三崎で覚えてる、ね。何で。なんかメッセージの後に安住に祈ってもらったのを覚えてます。Message, で、なんか教会でいろいろあった後ので一日の終わりの時に田中さんに。 えー、祈ってもらって励ましてもらって、もう本当にいつも励ましてもらってるんですけどもあの、そのように祈ってもらったのを覚えてます。So I also remember that, um, えなんかその後と何か来るんかなって思ってたらそれだけって言ったら <laughs> And でも最近疲れてるかなとか思って祈ってましたっていうふうに返事くれましたこの前もあったしねありがとうございます <Thank you. S 1> いや本当にこのいつも祈って励まされているそうやって支えられているのを本当に私は感じてます I <music> そして本当に一緒にみんなに立っているさゆりさんや、かさきや、ジュリアも、やかさんも、そしてシーも、本当にそのように励まして、また書いてあるように、このように導き、戒めている人々を愛をもって心から尊敬してください。 Uh, so love uh, high, very uh, love them with high highly in love a uh, very high in love uh, because of their work because of their teaching and guiding and respect but out of love so, respecting people with love this is really important 愛っぽいことをするんではなくて愛しているからそれ愛にふさわしく敬うということ、ね、それが、えー、本当に、えー、この教会において、えー、良い一致を、ね、この生む、えー、秘訣だと思います。 ね、本当にこの教会を守る上でいろんなことが言えると思うんですけども、so we, um, ね、この、えー、あらゆることをする、えーま、教会を守るプロセスのうえでもう一つだけ忘れてほしくないことがあります。So それはあなた自身もその守られるべき、守るべき教会の一部だということです。自分が犠牲になることで教会を守ろうとしなくていいんです。あなたは教会の一部だから。あなたが傷つくということは、教会も傷つくということなんです。It means when you get hurt,

I think, uh, wrong. ね、独身の時はそれはまだ簡単かもしれないそれでもやっていけると思います。So、the, singles, でも <but S 1>、ね、夫婦になって子供ができてもう一人子供がおなかの中にいて自分が。 そういうものにひっついてくるものの大きさが変わってきます、so、ね、私もね教会で勤めていますけども皆さんの仕事と同じように教会で働くのも大変です actually, you,、really えー、そういう時にあ、自分を犠牲にしないといけないのかな で,それともあでも、教会を守るためにはっていうこの天秤にかけられてしまう時があります。でも本当にその時に助けられるのが友です。あなたの教会の中にあなたの友達いますかあなたの友達はあなたの教会の大切な一部と思ってます。 ね、僕もね、シミといろんな話をしたことがあります。I talk a lot with s、ね、その時にもいつも、いやお前がそんな犠牲になっちゃいけないんだよって、教会なんだから、教会はそういうものじゃない。守り合うためだよ愛し合うためで、支え合うた,ために、俺はここにいるんだよっていつも教えてくれました。And in in that talking, s h always tells me that I だから忘れないでください。あなたは決して欠けてはいけない教会の大切な一部です。このようにして私たちは教会の一致を守ることができます。So like、this, イエス様が愛した教会をこのようにして守ることができます。 そして私がこの教会を守った時そして守っている中で神様は何を見せてくれるんでしょうか、so、church, God, イエス様がこの教会を建てた時にこの教会を通して何をするか、so エーベスの、えー、手紙の中でまたこのように書いてあります。す教会とは、キリストの体であって、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。All in all すごく壮大な御言葉だと思います。 でもこの御言葉にとどまってですねこのパウロがこのキリストの、ね、この福音の奥義を話す中でこれはどういう意味なんだろうっていう、えー、読んでみました I,、um, the, パウロがこのエペソの教会に手紙を書いているときそこには、えー、ユダヤ人たちとまた えー、違法人たちが、えー、一緒に礼拝していました。そ、um, えー、そここでではずっっっと救救いいいい主主待っていてあイエス様が救い主だだたんんに喜んでいる ユダヤ人たちとまたそこまでイエス様も、ね、それまで彼らが礼拝していた神様を全然知らなかった人たちが「あっこんな救いがあるんだ」って言ってそこで一緒に礼拝するようになったんですでもユダヤ人にとっては、ね、ああいうふうに生きちゃいけないよってずっと思っていた。 ね、ああいう生活をしちゃいけないんだああいうものを食べちゃいけないんだああいう神を礼拝しちゃいけないんだずっと敵だと反対側にいる人だとずっと思っていた人たちが隣に今一緒にいて礼拝しているんですだからそこでええー ユダヤ人という違法人が一緒に礼拝しようとしたときに大きな壁がありました。だからパウルはここでその壁を打ち壊すためにイエス様は来たんだよ。あなたはこの救いによって一つなんだよ。一致しなさい。それが教会だよというふうに教えています。 And unit, uh, unite together. だからパウロはまた他の箇所で一切のものがキリストにあって天にあるものも地にあるものもこの方にあって一つに集められると書いています。Uh, 1:10.Ephesians、uh, chapter 1, verse 10 says ここでパウロが言ってるのは、ね、ユダヤ人も違法人も全部ひっくるめて全ての一切のものこの一切のものが 神様は一つの教会にしたんだとそれが福音の大釘なんだとパウルは言っていますこれは私たちにも言えることです、so same, um, as us. この「一切の」っていう言葉はなんか一つ一つのものを数えて 全部っていう意味なんだそうです so, そういう全部ですああとも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 あーとも,ーとも全部ひっ,ひっくるめて一つの境界にでそこに満ちあふれてるんだよってそういう意味で all, about us, we can say,、um, all. 日本人もアメリカ人も、ね、あのロシア人も中国人も,もうみんなみんなみんな、ね、ここにいる人もここにいない人も今、長屋の街を歩いている人も日本,人に日本中にいる人たちも世界中にいる人たちも、ね、神様が救いに導いているすべての人をこの教会に招いているそれが福音なんです、so、そこが教会なんです。 イエス様の救いにみんなみんなみんな招かれている。一人一人の救いが集まって集まって集まってこの救いが満ちあふれているそれが教会なんです。 私の一人一人の一つ一つの救いのストーリーがあります私はこの教会でイエス様と出会いました私は教会でイエス様と毎日毎週出会って友達と話してここで一つ一つキリストに姿に変えられていきます それが救いが私の人生にしてくれたことです。です。えさまの十字架は私の人生にしてくれたことです。あなたの人生にも同じことが起きていると思います。 この一つ一つの救いが、この十字架が、生きたイエス・キリストがここで満ち溢れている、それが教会なんです。So、living, そして、満ちていっぱいになっているだけでい、ね、溢れるんです。And, um, <Over> 私はこの救いを持って出ていくんです。教会で収まりきらず出ていくんです。<go> この救いのストーリーがまたもう一つここで満ち溢れることを願うんです。Mm hmm. それは一致した。 守られたイエス様が愛して死ぬほどまでに愛した教会で起こることなんです、so、だから私はこの教会を守ります皆さんはどうでしょうか、so、あなたはこの教会とどのようにに 歩んでいますか、ね、教会はかん不完全な人の集まりです。気を、ね、つくことも、ね、腹が立つこともあるでしょう。でも確かにこの不完全な人が。 集まっているこの教会で私はイエス様と出会いました。そしてこれからもここでイエス様を礼拝します。そしてまた新たな人がここでイエス様と出会うんです。でこの満ち溢れる救いに満ち溢れた 教会を一緒に見ましょう。So、この教会と一緒に歩みましょう。皆さん、一緒に祈りましょう。今、一緒に目を通して。 神様の祈りを通して、祈りの中で神様に声を聞きましょう。今まで教会あ、さ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 あ、とあ、さ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  あなたは本当にイエス様がどれほどこの教会を愛しているか知っていますか you know あなたはこの教会を守ろうとしてきましたか、ね、あなたがいるこの教会で すでに救いが満ちあふれているんです。信仰の目でそれを見てますかもし、今日この中で本当にもっとこのイエス様が愛しているこのキリストの教会を私も守りたいです。そのために何かできること。 まあ、あるいは何かやめるべきこと、ね、イエス様教えてください。でそういうヘリクだった心で,で、私も教会を守りたいですで。この教会で救いが満ち溢れていると、私も信じます。信じたい。そういう人、今、手を挙げてください。That, um, you, you ありがとうございます。一緒に祈りましょう。 Pray together. イエス様、この教会を私たち一人一人を死ぬほどまでに愛してくれてありがとう。イエス様、今まで私が教会に対してあなたの花嫁に対して失礼な、気をつけるような。 壊すようなことを言ったことがあったらそんな態度があったらどうか許してください教会を直すのが自分の修正するのが私の役目なだと勘違いしていたことを許してください 私を教会を立て上げるものとして守るものとして呼んでくれてありがとう。イエス様あなたが私を含めたこの教会を命を捧げてまで。 Jesus, thank you for loving this church, including me.Myasha, I'll protect my church.Mamor ことができるように助けてください。Help us to help.Help us to protect the church. そのために励まし合うこと、またリーダーのために祈ること、どうか私に教えてください。Please teach me how to そしてこの教会にどんなシーズンであってもあなたの救いが満ち溢れていると信じますそしてさらにさらにこの先この教会であなたが多くの救いを 起こし道あふれさせることを信じます。More, um, それがこの教会を通してあなたがされることだから。イエスの名によって祈りします。Jesus, アーメンあめ <Amen. S 1>。もう一つお祈りしたいです。 もしこの中でまだイエス様を知らない人がいたらあなたに知ってほしいですイエス様はあなたのことを呼んでいますあなたはまだ教会を知らなかったかもしれないこのイエス様を知らなかったかもしれないそれこそこの エペソの教会にいた異邦人のようにまだ全然違う生活を送っていたと思う live a, live でもイエス様はあなたのために十字架にかかりましたあなたを文字通り死ぬほどまでに愛したんです、so、でこの愛を今日受け取りたいという人 この新しいイエス様を知ってイエス様と共に歩みたい、この教会と共に歩みたい、そういう人がいたら手を挙げてください。あるいは今まで えー、そこからずっと離れていた一度イエス様知っていたこの教会を知っていたでもそこから離れてしまっていたでも今日もう一度ここに戻ってきたいですイエス様のところに戻ってきたいそうしたら今手を挙げてください。Also, あなたのために祈りますイエス様 <Jesus. S 1> イエス様は私のために 死んでくれて、十字架の上にかかってくれてありがとう。でもあなたは死んだだけであなたは3日目によみがえりました。今も私と共に生きておられます。今日あなたの,その死ぬほどまでに愛したその愛を受け取ります。今日はあ死ぬほどまでに愛したその愛を受け取りあなたります。今日あなたの愛まの愛を受け取ります。あなたののまのあなたの 新しい人生の歩み方を教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アー,アーメンイエス様に大きな拍手しましょう。それでは最後にクリップをみんで宣言文一緒に読んでいきたいと思います。So, um, please, uh, それでは大きな声で一緒に読みましょう。So イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。English, Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life.Jesus is my Lord. イエス様にもう一度お気をつけしましょう。Grace <Praise> Jesus!、えー、それでは最後に。